はい、どうも長谷川住のラウンド30でございます。今日はね、井上尚弥、バトラー4団体統一戦について、話していきたいと思います。試合前の予想は、井上選手の圧勝。あんまり本人はね、そんなん言われたくないと思うんですけど、早いラウンドで勝つ可能性はあるかなと思いますね。バトラーがどんだけその頑丈かもわからないんで、でも見るからに頑丈そうには見えないんで、早いラウンドで終わる可能性ありますね。ボディで終わる可能性もあるんじゃないですか。ボディ弱そうなんで、見た目はね、ただバトラーもこの試合にかけては来るでしょうし、井上選手が2回で倒したロドリゲスとやった時は結構好戦的に接近戦で試合してたんで、それで来る可能性もあると思うんですけど、あのロドリゲス の負け方を見てたら、足使って距離取って、ポイントアウトを狙ってくる可能性はありますね。バトラー自体はその弱いわけではないんですけど、全部が平均よりちょっと上かなぐらいなんですよ。なので怖さもないし、なんかこう警戒するべきパンチもそんなにないっていうイメージなので、それが逆に井上選手からするとやりにくいっていうパターンもありますよね。なんか一つこういう得意パンチがある、こういうパターン持ってたらバトラーは勝つとか、そういうパターンがあればそれに持っていかないように自分なりに作戦を立てれるとは思うんですけど、それがない、なんとなく勝つ選手なんで、そこがこうちょっと試合する上で井上選手は勝つのを考えないといけないところではないかなと思います。試合展開はいつも通りでしょうね。1ラウンド様子見て相手の得意パンチとか、警戒すべきパンチを見ながら自分の得意パターンにはめていくんじゃないですかね。どのパターンでもはめれますからね。どんな相手でも自分の得意なパターンにはめていきますから、井上選手がいつも通りプレスをかけて、バトラーが対抗するっていう試合にはなると思うんですけど、バトラーがあの井上選手のジャブに対してどう対応するかが、この試合の一つのキーポイントになると思うんで、全くあのジャブに対応できなかったら本当にハイランドで終わると思うし、結局前半それでしのいだとしても、中盤後半はやっぱりあのジャブ対抗するの難しくなるんで、中盤ぐらいから、ハイランドやったらもう 2,3 ラウンド目からジャブがちょこちょこ当たり出して、最後はボディで倒れるようなイメージはあります。彼のボディというかすごい、すごいです。なんかね、この間彼のスパーリングパートナーフィリピンと喋っとったら、ボディってこうブロックするじゃないですか。ブロックしたら今度そのブロックのさらに奥に飛んでくるらしいです。ブロックしたさらに奥、このここら辺を、でも難しいんですよこれって。やっぱりここに当てるのって相当パンチの角度も必要やし、それこそ多分ポジション取りがうまいんでしょうね。しっかりそこに当てれるポジションを取って、背中に近いボディだから、それがすごかったと言ってましたね。ボディはブロックしてもその後ろを飛んでくるから強烈やって、なかなかでもね、それ難しいですね。相当巻き込まなあかんから、外から巻いてくるし、まだ打ちも打てるしね。だから多分ここは極端に言うと、ここにガードになるやったら今度打ち行くんでしょうね。ちょっとここになると今度外行くんでしょうねって思ってたら、今度こっち来るんでしょうと。実際そういう試合やってますから。ボディ一つ取ってもそうですよ。それはまた今度上も同じようなことしますし、ちょっとやっぱ井上選手はその格が違うんで、井上選手相手に12ラウンドは常に足使って動き続けるのは難しいと思いますね。それだったらもうダメ元で足も使うけど接近戦も使う、接近戦もするっていう戦いの方が勝算は上がるんじゃないかなと。もう逃げ回ったら判定はいったとしても
勝つことはないんでね。だからまあやっぱ勝つんやったらある程度接近戦で勝負しないといけないと思いますね、はい、だ中間距離なんか圧倒的に強いんで、逆に足使うのかもうめちゃくちゃ近い距離で勝負するかもわかんないです。いや 100% はないです。 99% です、はい、まあ 99% まあでも、まあ、正直な話すると、まあ、リングに上がったら 50% なんで、僕はそれずっと上がってたんで、どんなに差があってもだから分からないのは分からないですよ。だって1対1でするスポーツですから、はい、同じ条件で戦うんで、もうリングに上がれば50対50、まあその中でいかにその50をトレーニングとか得意なパンチとか、必勝パターンを増やしたりして51%にするか52%にするかっていうのを練習でちょっと確率を上げていくだけだと思うんで、正直な話すると、まあ、52%対48%で前の上選手です、うん、そこまで上げれたらでも相当すごいんですけど、僕からするとほんまにめちゃくちゃ頑張っても 50.5% ぐらいしか上がらないと僕は思ってるんで、だから 52% までの確率を上げれたらだいぶ勝つ可能性が上がってます。いやまあその日のその日の夜になると分かんないんで、はい、テーマどっちの味方をしてるか分からないし、どんなハプニングがあるか分かんないですし、コンディション買ってその日にならないと分からないんで、だからまあそういう意味では本当にリング上がらないと分からないです。でモチベーションの差もありますから、すげえモチベーションと、まあ、ちょっとモチベーション微妙やなやったらね、その差がちょうどリングのその日にこうなる交わってモチベーション高い方が上回る可能性あるんでね、はい、でまた井上選手も今回4団体とはいえ彼にしか分からないあのプレッシャーがあると思うんですよ。プレッシャーというかモチベーション、まあ、このバトラーにどこまで上げれるかっていうところも、まあ、今回の試合のキーポイントになるんじゃないかなと思います。これがねカシメロとかだったらね、因縁があったからもうムカつくし絶対ぶっ倒したろうみたいな、いい意味でモチベーション上がったと思うんですけど、まあ、カシメロが剥奪になってバトラーが繰り上げ王者になって、まあ、一応 WBO のチャンピオンとはいえ正直まあ格が井上選手と比べると落ちるので、そこで本人が井上選手がどう思って練習をしてどう思って試合に挑むかがすごく大事じゃないかなと思いますね。まあ負けることはないと思うんですけど、倒せるのか、どういう試合展開になるのかっていうのは本当に井上選手のモチベーション次第だと思います。今多分ね彼が求めているのは、まあどんだけ強いんやろうとか、どうやったらさらに強くなれるんだろうとか、多分ほんまシンプルにそのボクシングを始めた子が思うところだと思います。でも極論僕も最後に変える、そこに変えると思うんで、どんなスポーツもサッカーやったらどんだけ上手くなるんだろうとか、野球やったらどんだけ早く球投げれるんだろうとか、あの三振取れるだろうとか、どんだけホームラン打てるだろうとか、まあ多分シンプル そこにたどり着くと思うんで、まあ多分そこになってるんじゃないですかね、うん、これ4団体統一の凄さってどういうことなんですか？いやまあ今までこそ統一チャンピオンってできやすくなってますけど、それでも2団体でしょ、まあ、3つもすごいけど4つですからね、これもう1個あったら5つですからね5つしかない、まあそうですね、4つしかないんですけど、まあだからもうこれから日本でなかなか出てこないんじゃないですか。これタイミングもありますからね、運もありますしね、うん、井上選手は運はありますね。ほんまやったらカシメロで決まらないみたいな雰囲気あって諦めて上上げるみたいだったと思うんですけど、まあ、カシメロが剥奪になってバトラーになったからこそのタイミングだったと思います。運はでもやっぱあの努力してるからこそ来るんで、努力してない人間には来ないから、まあ、それだけの努力をしてることだと思います、うん、強いったらありゃしないこの試合に勝って良いよ、もう高村ですよ。俺この試合もし勝って4つのベルトを同意したら今度からも高村さんと呼びます。高村選手っていうのを勝手に名前変えます。その代わり僕のことは一歩って呼んでください。主役じゃないですか自分